皆さんこんこにちは小川太郎です今日令和6年7月8日安倍晋三元総理のあの衝撃的な事件から2年3回忌ということになります。月日の経つのがあまりにも早くてこう呆然とするほかないんでありますけれども。 まだ、えー、私の中で、えー、安倍さんの死というのは、えー、現実のものとして、えー、全く消化できていません。えー、それはもう毎日安倍さんのことを考えない日はないし安倍さんの名前が出てこない日はないわけです。例えば今憲法改正について、えー、私は、えー、こうお話をしながら 同時にこれ安倍時代からずっとそうなんですけどお話をしながら自分でも動きながらやはりこれを実現するために動きながら話してますそうするとこれは安倍総理の悲願ですね憲法改正で,ですから当然このことをやりながら安倍総理が当時こうとかっていう形で思い出したり考えたりですねあるいは調べ物をしたり必ず何につけかににつけ えー、もう毎日安倍さんのことを思わない日もないし、えー、そこにもあそこにも、えー、っとこのお写真もですけれども、えー、あちゃこちゃに安倍さんの写真や安倍さんと私のツーショットが、えー、家中のあちこちに置いてありますから、えー、何かね例えばまあもう写真は何かやりながらもうこう もうどうしたらいいんだろう今の日本をとかってねいろいろ思いますよ。で写真を安倍さんの写真を見ながら「総理一体どうしたらいいんですか?」とかって言って「この人たち何とかしてくださいよ」って名前は今言いませんけどあのもうあのしょっちゅうですよ。だけどね改めてこのあの安倍晋三さんが今もういないと。 いいう実感を持てなですねそしてまた今日もそういうもう2年前の7月8日のことは思い起こすということはしたくないまだまだとてもではないけれどもそれはそれは思い起こすこと自体から私は逃げています。今日は こういう話なら別に安倍さんが生きておられてもこういう番組でしておかしくないことなのでえ安倍さんについて私書いた本ね随分安倍さんの表紙の本書いてえいますよ私なんだっけあれちょっともう今記憶ないけど私のウィキペディアだっけななんかあの私の専門が小林秀夫と安倍晋三になってて <laughs> まあ まあ、間違いじゃないけどねあの世にも変わった研究分野ですよね安倍晋三と小林七三としたらあとフルトベェングラーですかまああのいずれについても別にその気になればもう千年すれば2年ぐらい丸々ごそって与えてもらえば誰にも負けない専門的な評伝をかけますよ。だけどあのまあそれぞれまた人の役割があるでしょうから私は安倍さんとはむしろ 安倍さんを研究するんじゃなくて一緒に生き一緒に日本のために仕事をしそして今も安倍さんの、えー、魂と一緒に仕事をしているというふうに感じているんです。そしてその最初の本がこれですね。ね私がこの本を出感、えー、奥書きを見ますと。と2012年8月31日第一す。り発行というふうにていますえす、ー。 8月31日ということは書店に並ぶのは8月の20日過ぎぐらいそして安倍総理が安倍さんが出馬を表明するこれは9月9日なのかなぐらいですねですからこの本のまあ 実際の書店に並んでからは、ね、大体、えー、2週間後に出馬を表明するということになったんですけれどもこの本はねも、えー、ともと本にするつもりじゃなくて、えー、5月ぐらいからかな。 あの安倍さんの応援する我々ねもう本当無名選手たちですよ無名の大学生とかですね、えー、もうあのずっと長年保守活動してきた人たちとかねそれから、えー、フリーターとか会社員とかもうそういう若者たち中心に安倍さんをもう一度総理しようという私の思いに応えてくれた人たちと一緒に活動してたわけですね。でえー、っとこの総裁選に出る2012年の総総裁裁選選にに出出るる年、えー 直前ですなあのもう4月ぐらいだったかな4月ぐらいにえっ、ー、と第一ジャベ政権のきちっとした検証をしてほしいとしっかりとしたそれがないとね応援できないっていろんな人言われるんですよ。だってもうね要するにお腹壊してやめちゃったぼっちゃん総理というレッテルだったんです今じゃあもう大最賞それでいいんですけどもあの頃はそういうレッテル貼られて。で 保守の皆さんのところに安倍さん一緒に応援しましょうって言いに行くとねだってまたやめたら困るだろうとえ、だって安倍さんなんかあんな辞め方しちゃってさあの応援したってしょうがないよとこういう反応だったんです皆さん今の岸田さんとそっくりなんだよいろんなところが仕事やってんだよ第一次政権でやってるって僕ら言ってもねやってるって言ったってあの辞め方じゃないとこう言われるんですよそっくりと思いません今誰,誰に言ったったて岸田さんのこととを褒めるとね あの例えば地方公演で私は、まあ、この番組だってね岸田さんを褒めてる限り永遠にこの視聴者数は上がらないんでしょうか、ね、そうなのかもしれないけれど私はもうそれでいいから本当のことだけ言おうと思ってやってるけどとにかく地方公演に行ってもね主催者にボソッと言われるのねあ小川さんが来るのあの岸田さんのことばっか褒めてあの俺行くのやめとこうってこんな調子でもこの時同じよ。でね、そういうい人人を応援する人間 が私なんですよ別にそれは私の生き方であの応援する価値があると思ってるからですよ。この時もそれでこの本を書くのはね自分が書きたいというよりもだって研究してるのはそれこそ小林道がんだそのもう川端康成を書いたりですねそのルソーとかド,ドストエスキーを論じたり当時もしてるわけですからこれ安倍晋三は私のテーマじゃないでしょ。なんんでここれを書くと安倍さんのことを 進めに行くとねそうやって「あんな応援できない」って言われるんだよ。でその人たちのために小冊子を作るというのが目標で当時の新聞記事を全部集めました。で朝日新聞を中心にしてだから朝日新聞の新聞記事をもとにしてね本格の私この本とこの本とねこの森友け事件安倍さんとの朝日新聞の戦争の代理戦争を二度やったんだね私は。と。 その挙句最後は朝日新聞から5,000万円訴訟を訴えられてですが最後はこの本でそしたらこの本がどうも安倍総理の枕元に置いてあったまあ10冊ぐらいの本がベッドルームに置いてあったそうなんですがそのうちの一つがこれだったということで7月7日のです、ね、安倍総理の志を継承する集いでこの本も総理の枕元にあった本として取って 展示されていいたととうことになるんですです、まあ、戻しますとこの本も朝日新聞の記事を見てねいやまあこの叩き方当たるや大変なもんでね第一次政権の。っていうのをやってそして5月に書き始めるんですよ総裁選9月だからねその前にみんなを説得しなきゃいけないと思って急いで書き始めるんだけどこれがねもう時間がかかるとにかく読んでいくと読んでいくともうあれも言わなきゃこれも言わなきゃっていうんでいろんなことを発見してね で毎週当時安倍さんの事務所に行って安倍さんと面会をしてましたから、えー、本を書いてるわけじゃないから調べ事をしてるんでまだ私は小冊子のつもりだったからでこう「こんなことがありましたねあんなことありましたね」って言うと安倍さんも覚えてないわけですよ細かいこといろいろね「あそんなことあったかなこんなことあったかな」とかっつって「いやこの時の報道もひどいもんでしたよ」とかっ,ってら「うん」なんて聞い取られてね。 えと,とにかく書けたんで書き上がったんで7月の下旬にあの書き上がったら小冊子じゃなくてこのくらいの分量になっちゃったわけよ。本当はこの3分の1ぐらいの小冊子をさっさと仕上げてそれを保守の関係者に配るつもりだった。とは分量が非常に多くなっちゃってそしたらこの原稿をあのまず安倍事務所に持ってったらすぐ読んで。 安倍さんん自身が読でそしてこれはもう「源頭社」の「健築社長」がいろんなところでおっしゃってますが「健築さんお呼びになってこの原稿本にしてくれ」と。で本にしてくれたら総裁選出ると言ってさあっちゅうんでまあもう全ての予定をその「源頭社」もどけてこの本の刊行何でしょうこの本多分僕7月28日ぐらい脱交して、えー、とお盆を挟んでるのに。 8月の22日か23日ぐらいまでにはもう見本釣りができてましたから。ま普通のペースじゃない。もそれからもちろん、えー、出版社が、編集者が原稿に手を入れなくてもいいようになレベルで仕上がってるってうことも実は大事なんですよ、皆さんね。あのちゃんとした文章を書いて、はい、そのまま右から左に本がにできるという著者がそうたくさんいるわけではないということも一応付け加えておきますが、これ瞬間日本になったわけですよ。 多分かなり、えー、最速ペースだと思いますがそして、えー、この本が、えー、総裁選の間繰り返し言動、えー、者がけ広告を打ってそして公職選挙法じゃありませんからね自民党内の選挙なんでいくらでも新聞広告を出せるとそして、えー、同時にいろんな人の手に渡っていくと自民党の党員の皆さんがこの時手にした人多いんじゃないでしょうかそして、えー、当初3位いやもう4位になるという予想すらあったのが なんとか2位に滑り込んで、えー、そして決戦投票で勝つということになったわけですね。でこれを見るとですね面白いですよ。てか読み直してないんで私自分の本読み直さないもんですから今皆さんにご紹介するんでパッと見たんですがその。 結局安倍の出馬表明は町村石破石原に遅れて告示直前の9月12日になったと安倍自身に最後までためらいがあったからだとね理由は何だったのか安倍さんが最後までためらったのはね安倍さんの周りはね安倍さん自身の政治生命が絶たれるんじゃないかでも安倍さんはそう思ってなかったねというのは確かに政治生命はこれ終わるとだけどもともと もともとあのやめ方でもう二度と上がってくるなって保守側から言われてた人ですその失脚のレベルたりはこれ大変なもの今の清和会の五人衆なんかとは比較にならないような叩き落とされ方だったんです保守の皆さんが「あ安倍晋三だ顔背けどこ?」っていうぐらいですよ皆さん今もう安倍,派安倍派のもうなんか皆さんもう安倍さんずっとやってきたみたいな顔してる保守論客だってね もう一貫して安倍さん絶対みたいなのは金美鈴さんとかさもう中西輝政さんとかその後喧嘩しちゃったけどね中西さんは安倍さんとそのイデオロギー上で歴史観の上でだけどもう伊藤哲夫さんとかねもう本当に限られた人なんだそういう状況だったので安倍さんはね自分の政治生命より応援してくれた人がね安倍晋三が惨敗したら他の人たちもうみんな自民党で浮かび上がれないからこれを最後まで気にしてたで特にね もう最後に安倍晋三の躊躇を突破したのはないかと9月8日に TBS この頃まだあったミノモンタの「サタデーズバット」っていうのがあったんだねこれ生出演したねでも生出演で全然実はね石破茂さんが出たもう石破茂さんのことは番組上げてもう番組上げて持ち上げてねもうそっくりですよ今これからね岸田さんと総裁政局にもしなるとします私はならないと見てるけどなるとします そしたらもう岸田さん下げと石破さん上げこれからすごいよ皆さんお楽しみにこの時も同じですよ国益派の安倍さんのことは落とすわけそれを前々日の石破さんはもう上げに上げてねそしてそれはもう慣れっこだったところがね番組の中でね安倍元首相に期待するかと街行く人々にインタビューするシーンがあるんですそれはね100人やりましたとこれシール貼っていくでしょあれでね なんと期待する人20人期待しない人80人不支持率80%出た、ま。これ生出演してる時やられるんですよ生出演してる時にその瞬間に貼っていくわけないよね皆さんその瞬間に貼ったら30人しか集まらないかもしれないし130人になっちゃうかもしれない、ね、100人に揃えるためには当然前日までに編集が終わってるわけでしょそしたらもう本人呼んで本人の目の前で不支持率80%の 国民のこうはこうだっていうのを見せる演出を最初から美濃さんの番組でやったということです TBS でやってくれるよね今でも同じなんですよ皆さんでその辺にネットのもう欲しいままにネットがもう買って放題な「私はファクトです私は一時情報です」って言ってファクトでも一時情報でもないことを平気で言っても誰も責任を取らないからもうこの頃よりさらに今政治言説はぐちゃぐちゃやなでそういうわけでねこれで安倍さん燃えたんですよ ここまでやるかお前らとよしもう元っ子だから出てやれってんでこの安倍,安倍に期待しない80人を見て燃えたのが安倍晋三ですねそこから安倍さんのあの偉大な最初に至る道が決まるんですこれはもう古本でしか手に入んないんじゃないかなでもはっきり言ってこちらの方は文庫になってねまだあの新刊で手に入りますまあ、この追悼というのが もう今でも2年経っても目に痛いですけれどもあのこちらはね再刊されてませんが実はこれ本当面白いですあの。お読みになるとあの安倍政権ができた時の裏裏話とそしてでそれもね書いてないこと結構あるんですよやっぱりまだあの差し障りがあってそれからあと私自身のこと書いてないんですね私はまるであのドキュメンタリー作家のように書いてあるんです自分は登場人物に書いてません。 でもシナリオを民間のシナリオを書いたのは全て私でしたそしてあのただこれは黒子なので自分がシナリオを書いたようにはこの本では書いてないそして、えー、当時私がそのシナリオを書いてそれで司令塔になってくださったのが三宅久役先生ですから、えー、三宅先生の、えー、主導するドラマという形でここでは書いておりますしそれは間違いじゃないんですが一応そういう風なね、えー、体裁で書いている そして安倍時代に入ってからですねえっ、ー、とこれが先かな2018年こっちはいつだおちょっとごめんこれは見本だった <laughs> 中が <laughs> これない ちょっと下ここにはないよもし直ちゃん下から悪いけどそれでねあの「ごめんなさいハプニング」え「安倍政権の功罪」というですねこれ2018年、えー、に、えー、政権の後半がスタートする頃に書いたでこの中で、えー、功罪ですから結構私はあのー、ちゃんとですねアベノミクス安倍外交安全保障 えー、ここまでは、えー、評価しているでも例えば第5章「アベノミクス5年目の難題」とい、ね、えね、ー、大きすぎる目標が全てを空虚に見せる「安直な移民解禁は危険」「発想が間違っているク,ルクールジャパン」「安倍の労働政策と移民受け入れに再考を促す」と。 いうような調子でかなり五年目のアベノミクスについてはかなり点がきりきき厳しいね五十点ぐらい上がるそこまではいいんですよいいけどこの先はうんもうもう一歩成長に向かって、えー、何か突破しなければいけないことがいろいろあるよとそして今、えー、菅政権そして、えー、岸田政権は私はそれぞれこのアベノミクスが後半停滞したものを菅さんも岸田さんもね あの十分風穴を開けてここは、ね、菅さん、記者さんという連続性がある、非常にそしてあの菅さんのデジタル庁にしてもまた、えー、といわゆる少子化対策にしてもその後の記者さんのさらにエネルギー政策の大きな転換とそして、えー、成長戦略すべてにおいてです、ね、あの大きな私は、えー、あれをしたと思いますあの安倍政治を進めたと思います。であとここで日露関係 これはもうね、えー、あ前のめりの憂鬱という形で日米関係はオッケーですよセキュリティダイヤモンドコースもいいでこのこれねあの安倍総理に当然禁定してであの総理からあの「もうありがたく拝読します」と言ってきたんだけどその後感想は聞かなかったけどね。 これは日露問題とかはかなり、えー、私の記述は不満だったんじゃないいかと思いますだけども、えー、このやはり、えー、これはよく言うんですけど独裁国家というものに対してはですね安倍さんがあの小泉政治を見ていて、えー、例えば北朝鮮にねいろんな民間人使ったりいろいろするんですよ小泉さんがミスター x とか。この民間外交を入れるとですね あのその人たちがねいろいろそれを利権にしたりいろいろするんで安倍さんはねそこでねあのこう利権にしたりね金したりねいろいろ売名に行ったりするんだよ。でそれ嫌でね一元外交にするんだけどどんなに優秀したって官僚は官僚日本の官僚ともう全体主義国家のやり取りはどうしてもね裏の特使だって言って表の顔じゃないって言って,言ってもやっぱり官僚では私はできなかったと。 思いますよでこの問題は日本の外交の、えー、これから、えー、例えば昭和天皇時代の、えー、外交、まあ、戦前の外交はねもう壊滅的にひどかったあんな大統領戦争になっちゃうわけですからでも戦後の外交というのは昭和天皇がいろいろな民間人をお使いになったりですねいろいろ今でもはっきりしない秘話の部分がたくさんあるわけですね。で そのあたりは例えばもう CIA のスパイというような言い方をされているような人やソ連のスパイじゃないかと言われているような大物これはねはっきりしないのにそういうことを言うのは非常に良くないことだから私は実名出さないけどそういうような人たちは、えー、私はほぼ全員愛国者だったと思ってるんだだから20スパイ30スパイに見えるこれはねしょうがないね。あの お互いいのののの国益のために最先端でで接するるうのは一種のスパイ性を必ず帯びるでしょだって俺はあなたの100%の敵だからって言って外交外交というか裏接触できないですよ。裏の接触には表じゃ言えねえやり取りをするわけです。表じゃ絶対言えないというようなところにはお金の話から表で出せない裏取引が絶対ある何らかの。みたいなところになるでしょ。 だからねなんか一方的にあの人はね結局は CIA のスパイだったみたいな言い方とかをねするのを見てるとああ人間を知らないなと思うな僕は、えー、まあそれはちょっと話ずれちゃったでそれから、ね、これは今度にしましょう時間がないからそして森影事件と新生報酬の反論と、えー、これは実は、えー、安倍さんのイデオロギー戦に私自身も、えー、そのまま巻き込まれていまだに私の言論人としての傷が癒えてない 大変深刻な私自身のキャリアにもダメージを与えることになった2つの事件ですしかしもちろん悔いはしてません正しいことを言った歴史の審判の前に私は1ミリも神様から横に目をそらさないからねその確信が私の敵対者私を排除した人たちにあるでしょうかまあ、あの世を信じてないんだろうこれが一番致命的だよ 私はこれ神様の前で全く、えー、これっぱかしも、えー、顔を背けないで、えー、この問題について報告ができる。で、えー、いずれにしても安倍さんもそのことをたとしてくれたんでそうそうこの本が枕元にあったっていうのを不思議な危険なんですけれども、えー、最後の頃にもちょっと読み返しをしておいていただいたのかもしれないですね。えー、ということで、えー、このいう話であれば。 部さんがまだ生きているという感じで今私も話しながらですね「今晩にでも電話しようかな」なんて「こんな番組撮っちゃったよ総理」なんていう話をねあのするっていうふうに思えばえこう暗いつらい思いからちょっと離れられるなと思ってこんな思い出話をしままましししたじゃ今日はここまでしましょうありがとうございました。